日野市の多摩動物公園では絶滅危惧種に指定されているユキヒョウの赤ちゃん3頭が公開され、来園者の人気を集めています。5月25日に生まれたユキヒョウの赤ちゃん3頭は日本の百名山から名前を公募し、スカイ、エナ、アサヒと名付けられました。3頭はすくすくと育っていて、元気に走り回ったりじゃれ合ったりして遊んでいます。ユキヒョウ舎の前には大勢の人が訪れ、その可愛らしい姿を写真に収めていました。ユキヒョウは高山地帯に生息し暑さに弱いため、今は赤ちゃんの体調を考慮して涼しい室内に自由に出入りできるようになっています。また午前9時半から11時半と時間を限定して公開しているということです。